ラウンドに、お邪魔させていただくことになりました。今回は天野先生に、ラウンドしながら教わるということで、僕もその一員です。先生よろしくお願いします。お願いします。はい、今日もよろしくお願いします。お願いします。ちょっと大きめのキッズもいるんですけど、頑張ります。頑張ってください。ちょっと待ってください。まっすぐ打ったら大体的にブイーンって曲がっていくから、あ、じゃあ左狙って左狙ってブロッコリーの木でしょ、あのブロッコリーっぽいの狙って右にバインって曲がるくらいの、そう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 、あ、あ、あ、いたりする、そこ狙っていくよ、はい、狙った通りいったらすごいんだ。じゃあお願いします。お願いします。いいじゃん。久しぶりとか言っときながら。久しぶりです。おお、なんだ、本番に強いな。ちょっとダフったがいいじゃないですか。結構転がったよ。マイメスチブクラブ。ここもおかしかったかな。さっきのショットはどうでした？お先に行きます。先ほどはどうでしたか？悪かった。
良かったですか。ここでもちょっと難しいのコースなのかな。普通？ここはでも打ち下ろしやね。打ち下ろしやから、なんかちょっとダフとかゴロしても、坂やから転がる。やってってくれる。助かるよね、女の子とかだとね。打ち上げ嫌だよね。低めで打ったんですね、自分今日は次は2を狙ってますか。多分取らない。狙いはするでしょ。でか。初めて見た。あれを可愛いというのが聞いてじゃん。なんか野生の何かが来たぞみたいな。めっちゃ可愛いか。可愛いか。そうか。うわあ綺麗だな。どうすんのみんな。結構どうすんの。右らへんに。傾けんの、ね。右らへんにボールを置いて。パターするときにグローブしてるじゃないですか、はい、なんかプロとか外すじゃないですか、はい、どうで思いますか。いや別にじゃない。だってパターさずっとやってたらいつも黒くなるし、うん、あそういうことね、うん、グローブもあんま変わんないよね、うん、山があるから戻ってくる。あれ？あ、やめない。セーフです。
ドンってドンって行くぞ。マナちゃんやったら打ち込みすぎ、ヒュー君がドンって言って、ドンって皆さんがされたらちょっと打ち込みすぎて、ちょっと薄く取るといいかもしれない。うまっ、ナイス、うまい、うまい、少し薄めに取っていいかも。うまい、ナイスです。はい、いいと思います。薄く取る。ね、狙ったとこ行きましたよね。でもまあ綺麗に当たってないそう。皆さん、今日はご視聴いただきありがとうございました。今日見て面白かったなっていうコメントをぜひこちらのコメント欄の方にしてください。あとですね、チャンネル登録もお待ちしてますので、ここにチャンネル登録のボタンがありますのでこちらに、ありますので押してみてください。で、次の動画はこの辺にありますので、こちらをクリックしてください。じゃあ、ありがとうございました。ありがとうございました。バイ。バイ言っちゃったな。バイ言っちゃったな。はい、ありがとうございます。